どうも、キッズ全開今です。おっしゃ、映画界。というわけでですね、今回マズラビデオ都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威ミスター関を呼んでいます。あーどうも、こんばんは。あー先生、あーどうもどうも、今日ミスター関超気持ちいい。本当に気持ちよさそう。今回の都市伝説は地球の地表面積の5分の3を占めている母なる海、それが地球から突如として消え去ると想像もできないことが起こってしまうんで。というわけでですね、今回その地球から海が消えることについて見ていきたいと思います。地球の海の体積は約14億立方キロ、重さは約140ケイトンと言われてるのね。そして地球ができたばかりの頃は海も陸も存在しておらず、1200度以上のマグマの海があり、その後次々と隕石や微惑星が衝突し、上空の高い位置で水蒸気が集まり雲を作っていったのよ。やがて隕石や微惑星の衝突が減ってくると、マグマの海はだんだん冷えていき、地表の近くに雲ができ、地球の気温は300度ほどまで下がり、雨が降り出して、その雨は熱い地面を急激に冷やしていったんだ。海爆誕ってことすげえワードだなさ。そして地表が冷えると大気の中の水蒸気が冷やされ、また雨が降るんだけれども、その雨によって地表では川や池、湖が作られ、地球は大洪水を繰り返し、大雨が3000年も降り続いた頃、やがてそれらは海となっていったのね。そうなの？オーディンが親ぶっ殺して、その破片が地球になったかと思ってたけどね。宗教マニアかお前。そして地球はほとんどが海で覆われてるけれども、昔は今よりも海水が少なかったため、現在は海で覆われている部分を、人類は新たな大陸を目指し陸地を歩いており、何万年も昔に我々の祖先はヨーロッパ大陸からイギリスへ、シベリアからアラスカへ、オーストラリアから周辺の島々へ歩いていくことができたという。そんな地球の海水を抜いたとすると、どのような地形が広がっているのかを表したアニメーションを NASA が制作し、古代の人類が渡った氷河期の陸橋を強調するために惑星学者が再編集を行ったのね。そして海面を少しずつ下げていくと、わずか十数メートル下げたところで驚くほどの海底地形が現れ、2000から3000メートル下がると地球上で最長の山脈が現れるというのよ。じゃがいもみたいになってる。死んじゃがかお前。これは中央海嶺といい、約6万キロメートルにわたって連なり、その 90% 以上が海底に沈んでるのよ。無体力はないんですか？まあ宇宙に行ったと言われてます。おお、ね、イーロン・マスクがヒューメリアンだよね。本当のこと言っちゃった。めちゃくちゃなこと言うな。そして火山の山脈はプレートの裂け目に形成され、地殻から溶岩が噴き出すにつれて裂け目が広がり、新たな海底になるのよ。そして海水面を 6000m 下がるまで海水を抜けば、ほとんどの海底が現れるけれども、世界で最も深い海溝であるマリアナ海溝へたどり着くには、さらに 5000m の深さまで海水を抜かなければならないのね。そして海は太陽光を吸収し、地球の気温を調整する役割があるため、地球は熱くなる一方となり、温暖化が進んでいくと言われてるんだよ。そして海がないということは、雲を作るための海水がないということになり、雨も降らなくなる。雨が降らなくなると外は乾燥し、火事が起きやすい状態になり、外は60度を超える気温となり、水源が減り続け、人間の体は約 60% が水分となっているため、必要な水分がなくなり、それが 20% 失われると人は死ぬの。部活もできないじゃん。それどこじゃねえだろ。そして南極の氷も溶けきり、海がなくなると作物なども育てられなくなり、食料が尽き、人々は食料の奪い合いを始め、さらにその食料すらも尽きると共食いを始めると推測されるのよ。俺ヘで火事起きるんですよ。闇の健康はこ。そして最後の一人まで生き残ったとしても、食べるものも飲み物も全くなくなるため、人類は滅亡し、海は人類にとって必要不可欠な存在だということがわかるんだ。俺もエラつけようかな。おじゅうおかお前。